ちょっと部外者はあちらに。ちょっと今日あのスタッフの大山がコスプレをして、はい、登場しています。これのコスプレだっけ？違う。いない。もっとこれ日常系だから。こっちだっけ？これなんだ、そんななんか殺伐としてないし、ロボットみたいなの乗らないし。まあ、青エクです。ちょっとブルーレイこう出したかったんですけど、探したけど出てこなかったんで。まさかのシエミナイトメアみたいな。まあそれはそれで面白そうだけどね。森山千恵美が名人主人公だからそれやばいね。あんまナイトメア乗ってねえから。だからこの情報はアニメゲーム漫画業界向けに、転職情報を伝えてるんですけど、今日はちょっと毛色が違ってですね、あの営業の募集。そうです、うん、ソルトライブ株式会社さんの方でですね、現在営業スタッフさんを募集しておりまして、うん、まあ、クリエイターさんではなく、そのむしろクリエイターさんを支えるお仕事としてですね、本当に未経験者から、まあ、これまでクリエイターとしてお仕事してきてない人向けにですね、ぜひ応募していただければというふうに思ってます。なんか営業未経験でも大丈夫だな。そうですね、経験あればいいんですけども、まあ、未経験でも本当に、まあ、この業界が好きで、うんうん、支えていくような気持ち、学んでいく気持ちがあれば、本当にクリエイターさんと本当に密に関わっていけるお仕事なんで、うん、まあ、もし自分はクリエイターじゃないけどクリエイターを支えていきたいっていう風な、人がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの方に詳細情報載ってると思うので応募してほしいなっていう風に思います。はい、まあ、こういう感じでアニメゲーム漫画業界の転職情報、これからも伝えていきたいなっていう風に思いますので、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おもろいこといいや。明日は何のコスプレするの？いやー、またそうやっていやーハードルがどんどん上がっていく。じゃあどうもありがとうございました。バイバーイ。